ここここここがすごいはいどうも皆さんこんにちは動画部とつです今回の動画を再生していただきありがとうございますこの動画はアニメリアクション動画となっております必ず今回とりつかずアニメ本編をご覧いただき一緒に再生してお楽しみくださいというわけで今回もおっぱいなのかお尻なのか分かりませんが土下座で頼んでみたこちらを楽しんでいきたいと思いますよろしく え前回ね、新しい展開として、こっちじゃなくこっちみたいなね、そんな展開があったわけで、もうずっとこっちだけより僕はね、こっちもある方が非常に楽しく見れるので嬉しいんですけども、まあ、こっち大好きな人にとってはもしかしたら残念なお話だったと思うんですで。これからはね、もしかしたらこっちこっち以外のパターンもあるかもしれないので、まあ、どんなね、バリエーションというか、女の子以外にも出てくるのか楽しみにしながらですね、まあ、男性諸君と、えー いいいやっていきたいなと思っておりますというわけで、えー、皆さん録画したものもしくはビデオオンデマンドを使ってお楽しみくださいはいそれではスタートです図書室っぽいね今回は文学少女だメガネの大型だしなんかおっとり系かなコナみちゃん 今日はおっぱいっぽいぞ。このふくよかな上の二つの身が。<laughs> エロゲーだ、これは。なんでこんなフルテロップなのすごい好意を感じるぞ、今回、このこなみちゃんからは。いけるんじゃね素直に。 土下座しなくても。か <laughs> わ<可愛>いい <laughs>。いや、もうそこ、ここ、ここ、ここがすごい。<laughs> あ、年下ちゃんなのね。<laughs> 突然のね、<laughs> かぶって。 かなか、コナミじゃなくて。<laughs> 急に方言きたやばいやいや、いいねどこの方言かなやけんってかわいくねはははははは やばいやばい方言まで入ってくるのかい属性たまらんわ <laughs> ボヨ<ー>ン <laughs> いやいやいやそれがいいそこには夢が入ってる <laughs> そんなパトゥーン どうでしたっては、マジで突然終わるんだ、いつも。もうちょっと見せてよ。しかも、なんか自分で脱ぐんじゃなくて、バツーンみたいなね。バツーンって。やばい、さなみちゃん。そんなまさか方言入ってるなんて。まあ、今回はやっぱオパーイだったね。まだ出てこない子もいっぱいいるし。 来週も楽しみだけども、もうちょっとじらされた方がな、見れた時の幸福度が上がるというかって何を話してんだろうね。まあ、たどり着くまでの苦労があるからこそ楽しかったりもするからね。10分アニメくらいだったらあれだったな。いや、まじでいっぱいいる他の子。ははは。 マジでくだらねえわこのアニメ。<laughs> はいというわけで、ああ、エンドカードをいつも忘れる。最高だけど、その本が、まあ、この本があるからこの絵も成り立つ気がするんだ。見えないからね。 はい。というわけで、えー、今回土下座で頼んでみた、見させていただいたわけなんですけども、えー、このエピソードに対するコメント、このエピソードに対するコメントっていうのもおかしいけどね、まあ、あとはリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画部つが公開しました。また来週お会いしましょう。バイバイ。